戦に行ってこようと思います。今日も先週の横浜 FC 戦と同じく代表に戻りたい状態ですけど、ただ男子相手は J3 なので、苦戦するとかましてや負けるとはありえないと思っています。ただ油断するとコロッとやらかすのがコロッとあれだったりする。
しました。まあみんなから勝って当たり前って思われてる試合ほど難しい試合はないですからね。特に5天皇杯でカヤカテゴリーのチームでやるときは。実際今日も、J3 相手に90分で蹴りつけられた J1 チームもあるし、 GFL 相手に PK 戦で負けた J1 チームもあるし、大学生相手に延長戦で負けた J1 チームもあるし、うちもかつて下位カテゴリーのチームに負けたのは一度だけじゃないですし、なんでそういう意味では、PK 戦まで行ったとはいえ勝ったっていうのは大きいかなって思います。というわけで、またしばらく間が空きますけど、次の試合でお会いしましょう。バイバイ。